どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。SAS コンバットゼロ。Bombs were delivered to their base. This meant that an enemy who had to be fought by those means was close at hand. The resistance blew up the squadron's runway. 渋滞の滑走路が低下。おー、マジか。Four suffered light shrapnel wounds. うん。Though the runway could be fixed, the complete loss of reserve supplies was a heavy blow. はあはあ。Logistics support became infrequent following the Allied operations. I knew this because Yellow Squadron's crew chief bellyached about this all the time to me. 形勢逆転なんだ。上がってからのことは恨みっこなしだが、飛ぶ前にやれるのは腹が立つ。Now I understand 13's feelings. Reports of the Stonehenge air raid came in. ストーンヘンジ空襲の方か。With no bombs, her plane was light. But her plane was in bad shape.It needed an engine replacement badly. まさか。ストーンヘンジ攻撃。ついに出るか、ストーンヘンジ。そしてやってくる黄色の部隊。黄色中隊覚えておこう。そしてゼロ4はなんか怪しい。巨大兵器、ストーンヘンジを攻撃する。ついに来たか。うん、隕石を撃ち落とす目的で作られたシステムなので高速で移動し軌道の予測が困難な少数の戦闘機なら接近できる。亡命者技術者たちの情報によると中央のジャビング装置がミサイルの誘導を妨害している。つまりこれを破壊せねば作戦遂行は困難だろう。どうすりゃいいのそんな 40% の損失と覚悟。マジで言ってんの。大陸の空を取り戻せ。以上。やめろよ、そんな 40% 死ぬかもしれんってのを、もうお前、あんたらが言うのは。スタートミッション、そうだな。ちょっと、そしたら、これは、無誘導爆弾で行こう。誘導が効かないんだったら無誘導で行くさ。指定された全てのターゲットの破壊すればいいと。行きましょう。まさかのこれなんかこう、喋ってる主人公とはまた別の側の人間なんだね。主人公は。まあ、どっちが主人公なのかわかんないですけど、プレイヤーは、その敵軍なんだね。来るよ。うわお。あれが、ストーンヘンジか。さあ行きましょう。そろそろ新しい英雄が必要だ。いいこと言ってくれるじゃない。もう高度を下げるの早いな。とりあえず落とせるもの落としとこう。あれがストーンヘンジか。うわ危ねえ。5%食らっちゃった。さあ来た、見えたぞ。比重で破壊か。その手があったか。全く思いつかなかったぜベイベー。一体どれだね。でも壊れてる。これ落としてくのが一番手っ取り早い気がするけど。ジャミング装置どこだ。じゃあストーンヘンジ、これストーンヘンジか。普通の、普通のっていうか、えい、外れた。やばい、ミサイル危ない。うん、危ねえな。あ、あったぞ。真ん中か、中央だ。中央のそれらしきものは見当たらないが、ちょっとミサイルやばいな。あった、これか。これが100ポイントのギリギリなんですけど、毎度毎度。ああもうせっかく分かってたのに、なんか違うところへ6個は入っちゃうんだよな。余裕ねえな。機銃でやるのか、もういっそのこと。ちょっと SM がやべえ。サム厄介だな。ストーンヘンジ本当に効かない。これロックオンがそもそもできないのか。
ットしてるし、一応当たるは当たるんだ。そうか、ロックオンができないだけか。さっきからめちゃくちゃ厄介だけどね。どうだ、よーし落ちた、オッケー、これでいいや。あ、もう正面はあれ壊れたやつか、すでにストーンヘンジいた。これは多分これから落ちろ、よーし落ちた、機銃でなんとか。ターゲット沈黙、あと2つか。リボンのエンブレム、やれ、俺のことかな、あれだな。うお、危ね、落ちろ、よし間に合った。ターゲットの損壊、あといくつだ、まだ結構あるな。危ね危ね危ね、一機すごいのがいる、俺のことはありがたい話で。当たるかな、あーくそ、落としきれなかった。しかし被害は 23% とバカになんねん。いた、正面、あいつをやる。当たるかな、いって 65%、 そんないく、うわーく、ちょっと待った、一旦帰るか、ちょっと危ないな、帰ろう、時間はまだ10分あるから多分大丈夫な。前段使うぐらいの感じでいってって感じかな。あいつだけ落として、じゃあダメか。あ、でも意外とあれで近かったな、その近いっていうか方向が、その対比視点が。やばい、でも来てないな、ミサイル。ロックオン警報が来てるだけで、そんなに近くにミサイルが来てるっていうわけでもないんだな。無理なら離れ、ちょっとやばいな、急いで退避、一度退避してまたちょっと戻ってきましょう。今度はしっかりと奴ら狙って、で今回はちょっと着陸しません、ちょっと余裕ないので。はい、補給営に戻ります。どうしてといったら体力を優先していきます。さあ戻ってきた、全機死に急ぐなよ。了解、もちろん分かっておりますと、もそれだけは避けないと。まだ遠いんだよな、こうなんか感じると遠いですよね。ちょっと早くストーンヘンジをぶっ壊さなきゃいけないっていう状況か。まあ目標を全部破壊したら、とりあえず相手の一番の主力だもんね、おそらくストーンヘンジっていうのは。きっとだけど違うかな。まあ沈めよう、頑張って。来た、鉄器12時方向、しかし今回は鉄器はどうでもいい、無視で。見つけた、やばい、うわー、ぶね、無誘導爆弾にしよう、そっちの方がいいや。喉元に食いつけ、危ない今。うおさあどうだ、よーし落ちた。かなり黄色中隊はまだ来ないのかと、まだ来ないんじゃないの。あーもうちょっと間違えた今タイミング、一旦距離取ろう。ミサイル怖いな、はい、で反転、一気にいた、一発当てりゃ多分落ちるでしょ。どうだ、よーし落ちた、あんまバカみたいに撃つもんじゃないな。最後の一つだ、 OK、 しっかりと狙えば当たる、間違えちゃった。おーしおーしおーし、一周ちょっとぐるっと回って、で急旋回の後直撃をすると、させると。
まあ、前の前のミサイルがやばいんだけど。どこだ、いた、いた、見えた、見えた。よいしょ、さあ逃げろ。どうだ、当たれ。よーし、いった。よし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 、メビウスさんが目標破壊。よし、ストーンヘンジぶっ壊したぜ、なんとか。すると来るよね、ミッションアップデート。分かってた、来るって。さあ来い。一体相手は何だ。俺はやってやるぞ。ん、お、来た。こちらスカイアイ、レーダーでもストーンヘンジの破壊を確認した。それはよかった。ただただで返してくれない。5機のマッハ2です。来た。放線を開始する。さあ来ました、黄色中隊。行くぞ。そうなってくるとちょっと並走間違えてきちゃったかもな。どこだ、4番機。まあ、まずは確実に落としたいと思います。一人でも多くとちょっとまともな戦いを。明らかに早いんだよね。ほんと何が目的だよって感じだよね。やばい、ミサイルはあかん。やばい、避けられないか。よーし、避けた。真後ろを取られてたんだな今。くっそ、やばいよ。うわー、きつい。早いし、うーわー、怖い。やめて、ミサイルばっか。たった5機に勝てないんですか。いや、明らかに食いつかれる。助けて。さっきから俺に食いついてるやつをやる先に。いや、別のにこいつにしようか。いや、どれもわからんな。あれどうだ、あれ結構甘い、甘そうだぞ。急いで、ちょっと俺、あい、逃げる。はい、当たればラッキー。ミス、ダメなの。全然弾当たんねえじゃん。勝て、勝ちようがないんじゃねえかこの黄色中隊。だって今までの赤と青と比べたらわけが違うぜ。どうだ、あ、無理だこれ、いけない。いや待てよ、ヘッドオンの方が当たるんじゃねえか。考えてみれば、相手だってヘッドオンでわざわざそんな急旋回したら。いや、そんなこと言ってらんないか。うわ、危ねえ。やばいぞこりゃ。どうだ、よし、一気やった。よし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 、やったぜ。なんとか黄色中隊一気落とした。ギリギリでしたけど。黄色4か、今のが黄色4機だったのかな。よーし、黄色中隊機一気の下水を確認したならよかった。一気でもやれたんなら。ただそれが万が一、なんかでも木のあれイエロー4っぽいな。戦争大きな転換点を迎えた。願わくばこの勝利が戦争終結を早めること。まあそうだね。Though he lost four, 13 never openly showed his sorrow. But I found out. He was alone, quietly gazing at the handkerchief Yellow 4 left behind. When he felt my eyes upon him, he said, No matter what, she can't complain.She went up with her plane in disrepair. Pilots are responsible for their planes. He then went on and spoke of the time when they first met. He spoke of when she was just a girl. Before he trained her. Before she became a fighter pilot. His words weren't directed at me in particular. He was keeping a precious memory alive by speaking those words.The hint of perfume on her keepsake handkerchief. Yellow Squadron's pilot turnover ran high. The skilled ones went in to shore up other units while rookies with little airtime transferred in. Yellow 13 posted an Allied paper faxed over by headquarters. It praised the pilot who destroyed Stonehenge. 13 said to everyone, Look,
Here's something worthy of praise. Even among the enemy there are men like this. Not all of them are despicable bastards who rob our wings through cowardly sabotage. I stared at the barkeep's daughter as she winced at those words. The Allies were coming to our town.最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。